イ,ザイム前、無伴奏バイオリン・ソナタ作品27は、ウジェーヌ・イザイが作曲したバイオリン独奏のための作品。全6曲からなる。1923年夏頃から1924年にかけて、ベルギー北部、ヘッド・ゾーテの別荘において作曲された。ヨーゼフ・シゲティの弾くヨハン・ゼバスティアン・バッハの、無伴奏バイオリン・ソナタを聴いて、作曲を決意したイザイは、全6曲のスケッチを、 一晩で書き上げたと伝えられている。1924年に息子アントワーヌイザイの経営する出版社から出版され、信仰のある6人のバイオリニストに各曲が検定された。当時のイザイは第一次世界大戦中に活動の中心を置いていたアメリカから起用し、健康上の問題もあって作曲と教育に専念し始める時期であった。イザイが それまで接してきた、あらゆるバイオリン音楽の集大成という意味も持つ作品であり、無伴奏バイオリンのための名曲として、多くの奏者が演奏、録音を行っている。演奏には、音楽的、技巧的ともに非常に高度なものが要求され、1937年の異在国際コンクールをはじめとして、コンクールの課題曲として採用されることも多い。2018年に、 以前の残した趣向から、波長長の未完成のそなたが新しく発見された。曲集の第6番として計画されたが、第3楽章の途中で放棄され、原稿の第6番が新しく書かれたため未発表になっていたものである。フィリップ・グラファンが荘演を行い、グラファンは保筆も行っている。全6曲からなり、演奏会や録音においては1曲ずつを抜き出して、 演奏することもあれば、全曲を演奏する場合もある。初版譜は一曲ずつのピース譜として出版され、後に一冊に編集して再発されている。ヨーゼフシゲティに検定。全4楽章で、演奏時間は16分程度。調整の選択や、楽章の構成、また楽奏において、バッハの、そなた第1番との類似が指摘される。6曲の中でも、 特にポリフォニックな構造が際立った作品であり、難曲として知られる。ジャック・ティボーに検定。全4楽章で演奏時間は12分前後。グレゴリオ聖歌、怒りの火が循環主題として用いられている。ジョルジェ・エネスクに検定。単一楽章で書かれ、演奏時間は7分前後。6曲の中でも単独で取り上げられる機会が多い。 フリッツ・クライスラーに検定。全3楽章で演奏時間は11分程度。各楽章には部曲の名前が冠され、パルティータを模している。マチュークリックボームに検定。全2楽章で演奏時間は約10分。2つの楽章にはそれぞれ具体的な題名が付され、落としに近い性格を持つ。曲の印象から、田園という愛称で呼ばれる場合もある。 マヌエル・キロガニ検定。単一楽章で書かれ、演奏時間は7分前後。なお、6人の出身地はすべて違う。曲順に、ハンガリー、フランス、ルーマニア、オーストリア、ベルギー、スペイン。第4番が課題曲となった。この時優勝したのが、ダビット・オイストラフである。アップデーテッド。 ロストイザイ s, s o n a t a r e c I、v、e、s f、i v e s f i r s t p e r f o r m a n c e b y p h i l i p p e g r a f f i n t h e s t r a d c o m 2 0 1 9年10月19日閲覧16歳のイザイがリエージュ音楽院でメダルを獲得した作品でもあるアントワーヌイザイバートラムパットクリフイザイ His Life, Works and Influence, ストリートクレイルショアーズスコラーリープレス1978 P4 初演はジョーゼフ・ギンゴールドが言ったクライスラーも1911年にありがとうございます